使えるスケッチブックシアターを紹介します。クイズ形式で行う自己紹介なので子どもたちの緊張もほぐれて楽しく行うことができます。先生方も4月の自己紹介で使ったり応用して使う方法もあるので後で紹介したいと思います。まず作り方ですが、スケッチブックにパンとご飯など2択の絵を貼ります。1ページに1問で10問ほど用意しておくと良いと思います。見やすいように大きなスケッチブックを使っても良いですし、保育中にさっと取り出せるように小さめのスケッチブックに作っても良いと思います。続いては演じ方ですが、先生が好きなのはクマさんとウサギさんどっちでしょうと質問して子どもたちに答えてもらったり、先生の好きなものを覚えてクイズにしても面白いです。では早速やってみたいと思います。今日は先生の好きなものを紹介したいと思います。先生が動物で好きなのはクマさんだと思う人、それかウサギさんだと思う人、答えはウサギさんでした。第2問、先生の好きな色はどちらでしょう。赤だと思うお友達、青だと思うお友達、さあ答えは赤でした。先生がお菓子で好きなのは飴です。そして冬と夏は夏が好きです。フルーツで好きなのはいちごです。お肉とお魚はどちらが好きかというとお魚が好きです。さあみんな先生の好きなものを覚えたかな。じゃあテストしてみるよ。先生がお菓子で好きなのはどっちでしょう。答えは飴です。冬と夏はどちらが好きでしょう。答えは夏です。花火を見たりプールに行ったりするのも楽しいもんね。フルーツで好きなのはいちごです。お肉とお魚がどちらが好きかというと覚えてるかな。お魚でした。内容は年齢に合わせて変えたり、自分自身の得意なことや好きなことを入れて行うことで子どもたちに先生自身のことを覚えてもらいます。しばらくして慣れてきたら前で発表するのを先生から子どもたちに変えてみるのもいいですね。また椅子に座って行うのではなくホールなどで行う丸罰ゲームのように腹歌を動かして正解の場所に移動するのも良いと思います。
学生の間に作っておくと先生になってからも長年使えるアイテムだと思うので、とってもおすすめです。ぜひ作ってみてください。